ますね。はい、はい、こちらがパフスリーブ洋流フレアブラウスになります。はい、2番が C の5502です。はい、お色がまずみーちゃんが着ているこちらエクリューです。はい、はい、そして手に持っているこちらがベビーピンクです。はい、そしてブルーです。はい、はい、みーちゃん着ているこちらブラックです。はい、でこちらは4色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん、2690円。イエーイ。はい、でこちらも6月9日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、ではポイントお願いします。はい、それはですね、皆さんが好きなポイントがめちゃくちゃ詰まっているお洋服になっております。うん、まず素材がですね、この洋流な感じ伝わるかな、こんな感じ。はい、なのでゆったりしてるんですけど結構綺麗にも見えてくれる素材感になっております。身幅自体は結構ゆったりしてるので、はい、体のラインは拾いづらいかなと思います。うん、でパフスリーブ、ここがね、さっきも言ってたんですけど、ここが二の腕に結構沿う感じで、はい、ゴムの跡もついてないの分かりますか？結構5分10分着てるんですけど、全然大丈夫でした。はい、で、あのパンスリーブなんですけど、透けてるので、うん、なんかボリュームがある感じ、ちょっとガンダムになるみたいなのよく聞くんですけど、これはその心配が少ないと思います。はい、でこのパフのここのヒュッてなってるここがめちゃくちゃ可愛い。これがもうちょっと長かったら甘すぎたりとか、うんうん、なかったらなんかちょっとシンプルに見えたりするんですけど、程よい感じの長さがあるんですごく可愛いです。で首元もこの細いゴムの感じが3本入っててフリフリってなっててめっちゃ可愛いんです。でも首には当たってないので、うん、はい、あの首に何かこうくっついてる感じが嫌やとか、コックとストレートさんで首が詰まってるお洋服が苦手だっていう方も、うん、ここが透けて見えてくれるのでその心配はないかなと思います。うん、で私今インで着てるんですけど、はい、アイで着た時にですね、ここがちょっとメロっぽく裾がなってるんです。ここがねメロでめっちゃ可愛い。そうなので黒をチョイスしてもかっこよくなりすぎないっていうか、甘さも忘れずっていう感じのコーデが楽しめて、はい、デニム合わせもめちゃくちゃ可愛い一枚になっております。はい、ありがとうございます。はい、イーちゃんのコーデなら36歳でもいけますかね。全然いけます。もう全然着てください。あの丈もねいい感じでお尻真ん中ぐらいまであるので、で身幅もゆったりしてますしね、あのそんなに何でしょうね、体型カバーもしてくれて、まあ、ボトムもそんなに選ばないので、はいはい、あのもちろん着ていただけると思います。はい、透け感が華奢見せできますねって。そうなんですよ。うん、でもなんかすっけすけのやらしい感じもね、程よい感じの透け感なので、はい、いいところ取りです。うん、はい、ナトさんがあちょっと抜けてて今戻ってきたけどブラウス可愛すぎるって、みーちゃん首の詰まりとか気にならないですか？これは気にならないです。ちょっと隙間空いてるの分かるかな。そう、分かる。あとねこのゴムがすごい柔らかいんですよ。そう、伸び伸びだし結構全然苦しくないですよ。ね、いけますね。うん、多分もっと上だと苦しく感じるかもしれないんですけど、柔らかくてもね。うんうんうん、でも全然当たってないからいけそうです。さっきのジャンス感に合いますか？合いそう。かわいい。なんか雰囲気変わってるかな、私。かわいい。全色着てましたし。私全色着てない。でもなんか黒やったら私モカを合わせたくなっちゃうね。あ、確かに。かわいい。モカでいいですか？すいません。ネイビーはあのご質問来てたんですけど、またあのおしゃべりコーナーとかで着ようと思うので、うん、よろしくお待ちください。はい、黒かける水でもやっぱかわいいですね。わかります。でも真夏に黒 T 着たくないっていう方は多いじゃないですか。うん、なんですけど、これは黒で透け感があるので、暑さは感じづらいと思います。ですね。みーちゃんのスカートはですね、品番が M3032。イーちゃんブルーも着てほしいです。あ、オッケーです。後で。後でじゃあ着ますね。でもこれ似合うブルーの気がします。おお、私もなんか顔つで明るくなりそう。かわいい。めっちゃ似合いそう。ですね、着るときにお化粧つかないか心配、ナナさん。これもね、ここがね伸びへんかったら確かにファンデーションつくと思います。でも着るときにあんま伸ばしすぎたらよくないですけど、ゴム自体伸びちゃったりとかするかもしれないから。こんだけ伸びるので。こんだけ伸びるので、なんか白いで見えてしまうんですよ。こんだけ伸びるから、顔につかない程度まではグンで伸びます。うんうんうん、伸びます。うん、なので大丈夫だと思います。上から
かぶるタイプのエア服ですか。そうです、上からかぶるんですが、このゴムが伸びてくれるので、あの何やろ、気分なんか苦しくなく着ていただけると思います。2人のお城はみーちゃんピンク着てほしいです。 OK です。いーちゃんがブルー着てくれるので、じゃあ私ピンク着ようかな、うん、もうこの色が一目惚れしました。めっちゃ好きです。買おうかなと思ってます。中にスクエアタンク入れても良さそう。あ、もちろんいけると思います、いけると思いますし、あのカップ付けのインナーに抵抗ある方は、あの付属のインナーでももちろんいいんですけど、やっぱりこの線が見えるじゃないですか。なので線も隠したいっていう方は、付属の紙がくっついてるわけじゃないので、また別で、あの普通のお洋服着るときも使えますし、あのブラ紐を絶対見せたくないインナーみたいなのがコーブレタスにあるんですけど、欲しかった。あ、買ったんですか。買った、まだ届いてないけど買った。 そう、あれすぐなくなって、また再販がね、うん、最近あったんですけど、私も欲しいなと思ってるんですけど、うん、ブラ紐が本当に隠してくれるインナーがあるんですけど、それ合わせていただいてもいいと思います。ですね、後ろ姿見せてください。お待たせしました。あ、かわいい。いけるか、いけるの大丈夫。はい、いけます。はい、そんな感じで。めっちゃかわいい。なんか黒にはもっと合わせたくなっちゃいました。みーちゃんがピンクを着てきたら、私は次ブルー着てくるので、はい、お待ちください。うん、あ、皆さんブラヒモ隠しインナー買いましたよって、たくさんありがとうございます。あ、すごい買えたんです ね。初版ほんまにすぐ持ってます。すぐなくなったよね。あれ画期的やなと思って、私もちょっと実物もまだ見てないんですけど、あの買ってみました。私もなんか素材感がちょっとペチコートな感じだから、うん、スクエアタンクは厚いみたいな。そうだね、うん、ほんまにあの私もねめっちゃ困るんですよね。あの例えばですけど、こう透け感あるブラウスとか着た時のインナーに結構キャミのものしか持ってないから。私もです。そう、絶対見えるし、でもね、だからあんま見せすぎるのも自分はそんな気にならんけど、ね、なんかあれかなと思って買いました。うん。あ、この子はでも可愛い、よかったです。ぜひ、ちょっと雰囲気変わりますよね。こう T シャツ系を合わせるのと、こういうちょっとシアーの感じのブラウスを合わせると、また雰囲気が変わるので、それもありかなと思います。はい。うん。イーちゃんの着ているスカート145センチでもいけますかといただいてるんですけど、さっきね、これこのトップスの前にご紹介したジャンスカなんですが、みーちゃんが結構ギリギリまで短くはしてくれてるんですけど、もしかしたら145センチさんだとちょっとヒールがもしかしているかもしれないです。厚底のものとか、あのあった方が安心ですかね。はい。ブラウスどんなアウターが合いますか。これはですね、普段だったら全然もうこのままさらっと、今からだと結構暑くなるので、このままさらっと放っていただいたりだとか、あとはジージャン羽織る時期だったらジージャンも可愛いですし、あとね、意外とオフィス系のインナーにも使えそうな気もしました。ジャケットのインナーとか着てもちょっとこう甘さもあるんですけど、ジャケットでカチッとした感じの雰囲気も可愛いなと思いました。はい。うん。ね、あ、黒のシア好きだなって、はちゃさんありがとうございます。うん、あ、いーちゃん激推しタンクニット。私でもね、あれ真夏もう一番選手ですよ。あれがもう一番着てます。本当にもう袖出しといたら私は暑くないので、ノンスリーニットめっちゃ着ます。ネペ秋だと何が合いそうかな。そうですね、イメージはエプリューかなと思いました。なんか色合い的に、でもピンクも可愛いね。いや、このピンクなんかグーちゃん似合いそう。思った、グーちゃんピンク似合うもんね。うんうんうん、ピンクも可愛いです。みーちゃんイエベなんですけど、まあ、スプリングですけど、みーちゃんはよかったら見てみてください。あとはなんかボトムの色とかで結構いろいろ変えていただいたら、なんかそんなに、まあ、顔写りとかはまあ若干変わるかもしれないんですけど、うん、大丈夫だと思うんですけど、ピンクかエクリは結構良さそうな気はしてます。はい。うん、お待たせしました。はい、かわいい。この子でもすごいかわいい。私がブルー着てる。はい。スクエアタンクにしてきました。スクエアタンクでもね、あの下着の紐は結構ここ、よいしょ、
太めやからこれも下着は紐隠してくれるんですけど、コーベルタスのスクエアとかで検索していただくと出てくると思いますが、こんな感じで付属のインナー着ての、の上にこれ着ても可愛いですけど、スクエア短パン合わせるのにふくら紐しっかり隠れてくれるのでおすすめです。似合う、ありがとうございます。くすみピンクだから甘すぎなくていい。サリーさん、そうなんですよ、ピンクでここもフリフリやとちょっとね、それはそれは私も結構好きなんですけど、綺麗めに振り切るときは。でもやっぱり白デニムとかと合わせても着たいので、こんな感じのくすみピンクやといい感じに着ていただけると思います。ピンク程よい透き感ですね。そうなんです、ちょっと肌と馴染むところもあるので可愛いですよね、ピンク。くすみピンクですか、肌なじみしてて挑戦できやすそうなピンクのイメージ。パッキリかくすみかどっちかで言うとくすみなんですけど、めちゃくちゃくすんでるかって言われると私多分くすみが苦手なタイプなんですけど、これはいけるくすみやなっていう感じです。なのでちょうど空いたくらいかなって素人目ながら思います。あと透け感があるので、普通のこのメイン100の全然透けない T シャツとかよりかは透け感がある分自分の肌に馴染んだりもするので挑戦しやすいと思います。みーちゃんのパンツの品番はですね、多分 M2084 だ気がするですよね、あ、そうです、 M2084 の S サイズを履いてありました。一番大人っぽい、どれ、一番大人っぽいのは黒ですか、アラフォーです。一番大人っぽいのは黒だと思いますね。うん、一番服着れるのは黒だと思います。でもブルーもね、ボトムスの色次第で結構かっこよく着ていただけると思います。あ、くすみピンク大人見えで可愛い、デニムを着てみてほしいです。あ、デニム、はい、あ、すいません、ありがとうございます。これも M2084 です、のライトブルー、私も私物で持ってるものなんですけど、こんな感じ。あ、かわいい。これで小物白とか合わせたいな、サンダルとかバッグは白系でまとめるとすごいかわいいと思います。みーちゃんのピアスかわいいです。どこのものです、これイヤリングなんですけど、イズントシーのものです。イズシーです。細身のパンツでも合いますか、もちろん合います。スキニーとか合わせていただいてもお尻のところは隠れるので、こんな感じ合わせていただきやすいと思います。でも身幅ゆったりはしてるんですけど、ダボダボっていう印象はここのおかげでなくなるので、こういうちょっとワイドデニムとか合わせてもだらしなくは見えないかなっていう感じです。どっちでもいきます。で、でも S サイズです、両方 S サイズ着てます。ブルーです。あ、ブルーとブラックかわいい、うん、そう、ちょっと締めてみました、うんうんうん、こんな感じで、はい。でね、イエビアキさん、さっき黒いけるかなっていただいてたんですけど、うん、黒はもう全然大丈夫だと思いますよ、うんうんうん、黒なんかそんなに、なんかイエビアキだからっていう縛りあんまなさそうな気するけど、ね、なんかグーちゃんも似合うイメージが、うん、はい、なので全然大丈夫です。はい、うん、インしたらゴワつきますかっていただいてるんですが、結構薄手なのでそんな、ま、長さが結構あるんですけど、薄いか、私結構入れましたが、私もさっき入れてましたけど大丈夫でした、うん、そんななんかゴワゴワとかはないかなと思います、はい、うん、全然許容範囲内、このあたり、はい、うん、ちょっと綺麗めコーデで私、はい、してみました。かわいい、はい、こんな感じです。はい、じゃあちょっと次のやつに行きましょうと思います。実はまだ3つぐらいしてなかったっていう大丈夫切れましたしね、1回ね、そう、うち切れちゃったから、うん、そう、ブルーもすごい可愛いんですよ、色合いが。ちょっと黒で締めましたが、白とかの白のスカートとかベージュのスカートとか合わせると結構柔らかい感じになるかなと思います。はい、あ、ブラックとブルー感いいってレイカーさん、ありがとうございます、さっき履いてたイーちゃんのスカート教えてほしいです。さっき履いてたジャンスカですか、ジャンスカは今日のね新作で、これ色違いなんですけど新作です、ロープの
ロープのジャンスカです。みーちゃんの推しはどれですか？私はやっぱりブラックが結構好きですね。こういうシアーとかちょっとなんていうんですか、こう洋流のこうふわっとした感じでこうフリルがあるのタイプは結構黒を選びがちなので、私はすごい黒が好きです。ああいう黒にデニム、ブルーデニムとかを合わせるのがすごく好きです。はい、パンツなんですか？これはテラさんコラボかな、あのです、ねね、やつですね。品番が M の3060のロングの方を私履いてます。はい、M の3060です。はい、今パンツ。あゆみさんコラボスカートと合わせて着たい。わあ、めっちゃ可愛いと思います。すごい女性らしい感じで、はい、すごく似合うと思います。相性バッチリです。はい黒紅白もっぽくてよかったです。紅白も感ありましたありがとうございます。私は黒が一番好き。はい、うん、そう、ダハさん選びがちです。私は黒を選びがち。メモしといてください、うん、後ろ姿見たいです。後ろはこんな感じ。ちょっとあのちょっと肩紐が若干見えてるんですけど、こんな感じです。はい、後ろも可愛いですよ。はい、シアー系を全アウトで着るときのインナーはインかアウト、どっちが正解？私はアウトにしますね。あのさっき多分パンツで合わせたとき、まあ、例えばですけどこれで見ていただいたら、なんか中だけインすると多分ね、このインナーキャミってもっと長いじゃないですか、これぐらいまで。なんかバランスがすごく、あ、ここインしてんなみたいな、透けがすごいなみたいになっちゃうので、なんかせっかくだったらアウトしてもらって、こういいぐらいの丈感で着てもらった方がなんかバランスいいような気がします、このインナーを。確かに、ね、なので両方アウトがいいかなと思います。はい、はい、